2024年1月1日午後4時ごろに石川県能登地方にマグニチュード 7.6 の大地震が発生しました。2日に伊勢神宮熊野三山に初詣に行こうと準備していたら、自宅マンションが経験したことのないほどの大揺れ、棚から物が落ちてきたり、テレビが倒れたりして部屋中ひどいことになりました。同時に携帯に緊急地震速報のアラームが鳴り、どこかと見ると能登半島でマグニチュード7と出ていました。能登半島は大好きなところで年に何度か遊びに行ってました。昨年のゴールデンウィークに氷見から和倉温泉に行った時に地震に遭遇してびっくりしました。半年もしないうちに地震が来たのにはびっくり。珠洲市の見附島は大丈夫か、和倉温泉は大丈夫か、輪島は大丈夫かと心配しながらテレビやネットニュースを見てましたが、あまりのひどさに言葉も出ませんでした。その間にも私の住む福井も何十回も揺れて不安な気持ちになりました。何十回も揺れるので夜寝るのも怖かったです。朝起きてニュースを見ていたら、珠洲市の見附島あたりは津波被害にあったり、輪島朝市で200件ほどの大火災が発生したりとすごいことに、自分に何ができるか考えてたら、ヤフーの能登半島地震緊急支援募金、ヤフー基金があったので、自分ができる範囲で募金しました。緊急支援募金は他にもあるので、皆さんもできる範囲で募金をお願いいたします。弁天島は大丈夫ですか？鳥居は大丈夫ですか？見附島がかなり崩れたとネットニュースで見ましたが大丈夫かな。鵜飼漁港の船が津波で被害に遭ったし、家が津波で流された映像を見ました。すごく心配です。
和倉温泉は大丈夫ですか？天原市海岸は大丈夫ですか？高岡市の国宝瑞龍寺の壁が崩れたと聞きました。心配です。ここも1ヶ月前に行ったばかりなのに。君温泉は大丈夫ですか？1ヶ月前に行ったばかりなのにすごく心配です。能登半島地震で被災された方、亡くなられた方のご冥福をお祈りします。行方不明の方が早く見つかりますように。そして早期の復興を願います。